シアプラ、うん。戻ってきたみたいです。今、本当、来たてなんですけど。えー、ちょっとあの、はい。テラさんから、シアプラ戻ってきました。よかった。うん。皆様の、えー、もう見れますも、見れますよのコメント見て、速攻で確認。おかえりなさい。シアプラもう、どこにも行かないでね。ねえ、ど、どうしちゃったんですかね。うん。何があったんでしょうかね。 あ、エモンみかんさんからも、かぶくんシェアプラが、羽生さん公式チャンネルライブに復活しました。ああ、よかった。うーん。いや、ね、突然のことで、ちょっとびっくりしましたね。うーん、でも、結構、やっぱり、なんか、あれですかね。あのーなよ、予期せぬトラブルだったんでしょうかね。うーん。はいはいはい。というわけで、うーん、ちょっとびっくりですよね。さあ、どう皆さん、あ はい。ルコピアクラさん、よろしくお願いします。カブさん、こんにちは。ルコピアクラです。昨日はテンパってました。えー、シェアプラ復活しましたね。何がどうだったのか、YouTube ではよくあるのか、よくわかんないですが、復活してよかったです。編集されて再アップしたとしても、2回目のシェアプラをしてくれても、この1回目とは意味が違ってくるんで、本当によかった。うん。これはユーズファンだけじゃなくて、いろんな人にとってお宝映像なんで、 永久保存特に僕は、あの、最初の方の、なんだっけ、ウォーミングアップのとこ、うん、すごくあの、やっぱり見てますよ。うん、参考になったりとかしますしね。結構世界中の人が見てると思いますからね。参考にさせていただいてますよ。うん。はいはいはい。えっ、ー、と、 むいぴーさん、よろしくお願いいたします。こんにちは。シャープラ戻ってきました。一晩だけ、どこかへお出かけだったようです。YouTube 側のことだったのか、少し編集されて戻ってきたのか、わかんないけど、帰ってきてくれてよかった。うん。ねよかったよかった。尽力してくださった、えー、方がいらしたなら感謝ですね。うん。そして、み川かわ大さん、宮川くんが、昨日の YouTube ライブで、えー、曲をかけながら去年のファンタジーオーバースでの 羽生くんとの出会い、レゾンの振り付けについて、二人で話し合った時のことをゆっくりと語ってくれました。うん、熱く語ってくれました。えー、羽生選手の凄さと人柄の素晴らしさに対するリスペクトがお話からあふれていましたよ。最終日のレゾンでは二人で話し合った振り付けを回すゆずくんと一緒になってしまったと言っていましたね。映っていれば多分分分かると。今もレゾンを歌うたびに、 目の前で羽生くんがスケートするんだそうですよ。頭の中で。うん。なるほど。これはこれからもずっと続くんだろうな。略奪とともにあの風光景は一生忘れられないだろうなと語ってくれていました。うん。えー、宮川くんの、えー、羽生愛は深くて本物ですね。アイカーブがあるのでよかったら見てきてくださいね。 今年のダパンプのお二人も、羽生君のことを同じように話してくださっていて嬉しいです。共演者、きた、共演者キャラーの羽生君ですね。うん。後半戦のファンタジーオンバイスも楽しみです。ね。うん。はい。ということで、えー、こちらの、えー、こちらはあれですかね。あの動画ね。YouTube ライブ。うん。宮川さんの YouTube ライブで。うん。で、えー、そういったお話があるということですよ。 うん、はい。そして、えっ、ー、と、プーさん、よろしくお願いたいたします。カ、え、ブ、ー、さん、こんにちは。羽生さんクラスになると影響はあるんでしょうが、悪い影響を与えるはずもなく、おそらく羽生さん自身がライブは、えー、ライブ配信コンテンツに置き換えたのではと思います。うん。えー、何気にそのあたりのこだわりがあるのではと、憶測ですが、いずれにせよ、ライブに移行しただけなので、嬉しいです。うん うん、今一番気がかりなのは、ディズニーギフト配信は永久版なのかどうかです。もしそれが叶わないのならば、版化してほしいです。うん。ということみたいですね。これはどうなんでしょうかね。昨日、その、なんか、あの、ディズニーコンテンツだからどうのこうのっていうのは、それがちょっといまいちよくわからなかったんですよ。うん。結局、それは、あれですかね。うん。はい。あ、ゆめさん、よろしくお願いします。シャープラが帰ってきていた。よかったわ。 えー、シェアプラはギフト同様私たちの帰る家です。うん。ですよね。だって、あの、皆さん、時々、こんに,こんにちはとか、ね、あの、おはようございますとか、コメント書いてましたもんね。うん。えー、松、ま、ールディアさん、よろしくお願いします。カムさん、こんにちは。キャー見れます。もらってきてくれて、ありがとう、シェアプラ様。 ダムバリーもまた見てこようと。うん。ねちょっとあ安心ですね。うん。でも結構すんなりすぐに行ったっていうことは、やっぱなんかのトラブルだったのか、羽生選手、一旦こう、人が非表示したんでしょうかね。うん。はい。えっ、ー、と、マイク・バッティラーさんどうもです。カブ君こんにちは。ディズニー側からの申し立てじゃない,ないあじゃあ、ないんじゃないかなと思います。だって、ディズニーのキャラクターを広告料を出して、 宣伝をしてくれるようなもんだから、ディズニー側からしてみればありがたい存在だと思いますよ。えー、考えられるに、悪意の第三者が何らかの理由づけをして、問題報告をしたんじゃないだろうか、僕もそう見てるんですよね。うん。あのそれが複数だった可能性があります。一人や二人とかねあの、場合は特にええってないと思うんですが、おそらく複数からそういうのがあった可能性があります。もし、羽生さんが自ら、えー、取り下げたっていうか、 動画を非表示にしてなかった場合は、その可能性があります。なので、えー、どうなんでしょうかね。そういった可能性あるんでしょうかね。うん。はい。というあ 195t さん、どうもです。現在はライブ配信のところにありますね。復活してよかったです。うん。ライブ配信の方に移したっていうことなんでしょうかね。これは、うん。ねえ、そこら辺、ちょっと後でまた見ていきますが、再生回数もそのまま、あの、この前の と通り戻ってる感じでしょうかねコメントも含めてちょっと見ていきたいと思います。うん。え、シェアプラクティス、今見れ,ま見れてますよ。見れなかったのは知らなかったんだけど、改善して見れるようになったのかな。ラムパリ、昨日からループしてます。うん。ねということでね、ちょっとこの2つの、うん、お話だったんですけども、あの、これでも改善して見れなったってことは、なんかいじくったっていう感じなんでしょうかね、動画の中を。 うん。でも、そんなことできるんかなあの、で、YouTube に投稿した動画って編集とかできないと思うんですけどね。ど,どういう、何をしたのかな。うん。ちょっと気になりますけどね。はい。 えっと、桜子さん、よろしくお願いします。シェアプラ復活しましたね。羽生くんサイドが頑張って問い合わせてくれたのかな。とにかくよかったです。うん。で、でも、問い合わせしてそんな早くね、動くことはないと思うんで、まあ、もしかすると、YouTube 側の何かの不祥,不,不祥事というか、まあ、ただちっちゃい、なんか、ちっちゃいというか、なんかのアクシデント的なトラブルだった可能性もありますよね。うん。その AI の方の。フィギュアの話じゃないですが、現在、毎日のように、 大谷翔平君や野球の話題がテレビで報道されてますね、えー。その他のスポーツで最近報道が増えたと感じるのがだ男子バレーです。えー、会場も満席で満観客席を見ると、えー、男性やうちはを持った若い女性ファンも多くてにぎわっているようです。えー、テレビで見ましたがグッズ列も遅かったです。人気がある選手も多くてインスタのフォロワー数も100万人を超えている人もここ数年で人気が再燃して スポーツ番組の取り上げが増えてきた気がします。ISU の収支報告書が出て、収入減の記事も出ていたんで、フィギュアももっともっと盛り上げていきたいですね。うーん、確かにですね。なるほど、えー。先日の仙台放送さんのように、アイスショーも全国放送ゴールデンで放送してくれないかなうん、羽生くんのショー見たら、試合で羽生くんの。 しか、羽生くんしか知らない、お茶の間の皆さんも、ショーを見に行きたくな,なるはず。そうなると、さらに争奪戦に、それも困るなと。ね、うん。なんかだから、他のスポーツのように、なんか、そういった取り組みとかしてほしいですよね。 まあ結構フィギュアスケートっていうのはやっぱさ音楽の件もそれこそ自作権の件だったりとか結構放送するのも自作権の問題だったりとかで放送しにくいっていうのはあるんですよねうーんなので結構その難しいですよねうんそこら辺が課題になってくるとは思うんですようん はい、あ、うさんからもよろしくお願いします。いつ頃ね、シェアプラ戻った,か戻った感じなんでしょうかね。僕が昨日寝るとき、ベルギー時間の夜だから、日本時間の早朝とかではなかったと思うんです、まだ。うん。歌舞伎にお騒がせしました私。私の携帯では、今朝、シェアプラが映ります。うん。浦島太郎なんで、また KY コメカかも。あ、いやいや、そんなことないですよ。うん。ね、あのー、はいだ。全然大丈夫なんですけども。 とりあえず戻ってきたということで、4時間前ということは、結構僕があの動画開けた直後にも入った感じですかね。うん。どんな感じなんだろうね。はいはいはい。えー、そうですね。さあ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 。はい。ちょっと、ま、あ、なんかまやらかしてます。<laughs> 三坂のび屋。あ、なるほど。うん。三笠か。なるほど。<laughs> ちょっとこの辺後で話します。はい。 えっと、みきみなさま、よろしくお願いいたします。えー、かぶくんおはようございます。シェアプラクティスのライブ映像の、えー、削除の件、放送時に流れていた優先放送の曲が、えー、著作権使用侵害に当たる可能性ってありますかえー、いろいろな曲は流れていたと思うんで、よもしかしたらと、えー、っと、優先放送の曲。 風船放送の曲が作当たるる可能性ってあありまますすね、あると思いますただね、その場合も動画削除までに至ることってのはほとんどないんですよ。なので、例えば、そこの部分だけっていうのが、あのー、まあ、無音になってしまったりっていうことはあります。うん。あとは、それによって、えー、収益が共有ってなっちゃうことがあります。うん。なので、あのー、もしや,やるとしたら、 羽生選手は一旦ね、動画を非表示にして、えー、そこの有料になっちゃう優先放送のところがあった場合は、そこをミュートにする可能性がありますね。うん。ただ、ミュートにしてるかどうかっていうのはちょっとわかりませんし、1日で戻ってるっていうことなんで、まあ、多分そんな早く戻ってくるっていうことは、まあ、多分何もしてない可能性があるんですよ。ってことは、まああのー、やっぱり YouTube 側の一時的ななんかのトラブルだったのかなっていう気がいたしますよ。なんとなくそんな、えー はい気がしますね。うん。まあでも全然そういったこともあります。うん。はい。えー、そして、えー、かあ,あーねさん、よろしくお願いします。かぶさん、おはようございます。先月公開された、トロントから帰国したプーさんとゆずさんの画像は消えてませんよね。うん、そうなんですよね。だから、プーさんが原因ならば消えてしまうのでは、羽生さんが自分で消したら、多分 報告をしてくると思いますがうーん、なるほどですよね。確かに。うんだとすると、やっぱりね、そういったなんかのトラブルがあったのかなという感じ。でも、多分皆さんが寝てる時間、でもそんなことないか。うんそんなことないですよね。なので、ちょっと何かあったの。結局、24時間以内に治ったっていうことですよね。はい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 。という感じなんで。 とりあえず、あの、安心ですよね。うん。レモンミカンさん、遠い過去も、はるかな未来も、えー、リアルな現在も、こだませの時代。確かに、羽生さんのシェアプラクティスは、見せすぎな部分もあるかもです。出し惜しみしない人ですからね。しかし、シェアプラの動画を聞いてる件、人類の損失です。うん。人が、何が原因だったのかなプーだって、他のチャンネルにもたくさん映っているのもあるし、コスチュームを着ているプーさんとか、えー、何かプーが持っているとか、 アレンジされていれば、そのキャラクターを使っても大丈夫なのかしらうん。ね、うちの猫の写真だって、私のプライベートなフォトから勝手に使われたりして、警告がきます。放ったらかしもあるけれど、羽生結弦さんサイドは、勝手な映像、写真もあちこちで使われているのはどうなっているのかなうん、確かに、確かに、確かにですよね。え、時刻申告をしないと、そのまま、まま、なんかその辺が意味、 いろいろよくわかりませんね。多分だから、うー悪視点的な感じだったのか、悪意のあるアンチが、まあ、いろいろ報告をした可能性があるわけですよ。うん、今年の春のチャンネル、晩祭りも結構あったみたいだし、何回も審査に引っかかっている動画の発信者もいて、えー、視聴者に少々お待ちくださいと YouTube 側に申し立てをして復活しているチャンネルもあるよ,あるようで、う最終的には大事な部分は人類の遺産として、 古典的に紙に図面と収縮で残すのはいいのかもしれませんねえ。紙だと保管状態が良ければ何年か残ると思います。ああ、羽生結弦記念館が欲しいです。うんね。これね。作って欲しいです,ですよね。うん。ただあのー、ちょっとね。有料な。その有料というか、その有料っていうのは良いって書いて。優勝の有利良いって書いて有料な。 あのスライドとかであっても消えたりするっていうのはまあ多分嫉妬したりとかねいう輩からがいたりとかでもあのど,どうなんでしょうかねディ,ズディズリーのどの子ンっていうちょっと、ね、理由が気になりますよねうんはいそしてえ今朝の6時11分ですがびっくりしてゆずくんの YouTube 見,、ま、見ましたえ普通に見られましたうんプーさん二人もたくましいダンパリも安心しましたうんえこれ待ってこれ9時9時間前なんでしょうかね ってことは、これが一番最初のコメントだったってこと。結構もう前に復活したってことかな。うん。なるほど、なるほど。おっていう感じみたいですね。さあ、ここまでですね。 えっと、速報が入ってたということなので、皆さんありがとうございます。えー、朝起きて。あ、えー、っと、もう一つ言わせてください。テレビのフィギュアスケートチャンネルがあればいいな。うん。えー、宝飾チャンネルや、ショップチャンネルだってあるので、あ、そうですよね。確かに。わかりづらいですね。いろんな放送が、あの、ね、どこらかしらあって、見にくかったりもするので、ちょっと難しいというかありますよね。うん。あ、もう一丁。えー、っと、 桜子さんよ昨日のお願いしますさんのダパンプさんと、キミさんと、えー、ダのンプのキミさんとユウヤさんのラジオ聞かれましたかファンタジー恩返しのことを20分くらいたっぷり話してくれてますよってことですよ。うんキミさんはニアモニーをしてても、してもわかるくらいの羽生君への大感染を聞いて、世界の羽生譲ると共演すると思うと、あ、おえつかなですよね。が出るくらい緊張されたそうです。うんで えっとユウヤさんはテレビで試合,試合を見たくらいだったけど生でショーを見ると全く違うと言われていました、えー、そして羽生君が出てくると空気が一変する今からすごいものを見せられると思うほどの緊張感が伝わってきた、えー、彼は別格だと思ったそうですうん別格だとあ彼は別格だと思ったそうです IF ってこんなにいい曲だったんだなぁと感じるほどだったそうですようんその後 羽生くんの過去演技の動画を見て、動画を探してですね、たくさん見たとも言われていました。え、君さんは興奮冷めやらぬ様子で、貴重で楽しいお話をたくさんしてくれています。え、ラディ,ラディコのタイムフリーで来てます。ラディコのタイムフリーで来てるということですね。サンデーラディオ、えー、むす調子同様、まだの方はぜひ見てくださいね。なるほど。すごい話してそうですね、これね。 ダパンプは昨日でメジャーデビュー26周年だそうです。えー、昨日イベントでもイ f でも歌,イフも歌われている映像を明日の番組で見ました。これまでメンバー入れ替えなど、利う曲接もあったそうです。イ f は本当に素敵な曲で大好きになりました。うん。ってことは、羽生さんの演技によって、ダパンプさん自身もこの曲が好きになったということでしょうかね。うん。あ、キミさんの方か。なるほど。 ね、あそうですねだ。そうですよね。うん。だからまあそういうことなのかな。ねはい。ねとても素敵なお話が聞けるということですよ。うん。ちょっと工事の音が聞こえちゃいます。はい。というわけで、おそらくここまで、とりあえずシェアプラ持ってきたという方向、ね、コメントが入ってましたね。安心でございますよね。ちょっと工事の音がうるさ,さいね。うん。はい。というわけで、ありがとうございました。皆さん、どうもです。 はいでは一旦動画を止めていきたいとおもいますあ待ってあちょっじゃうんはい